ダイヤモンドはイギリス海軍の駆逐艦 d 級。1 9 3 1年9月29日寄港1932年4月8日浸水同年11月2日収益1941年4月ギリシャからの撤退作戦に参加4月23日アンフ29戦乱として巡洋艦コベントリー駆逐艦ライネック グリフィンと共に、デラン、ペンランド、サーランドキャッスルを護衛して、アレクサンドリアから出港。このうち、デランとダイヤモンドは他と分かれて、スダワンへと向かった、ダイヤモンドは4月26日朝に、軽巡洋艦、カルカッタなどとスダワンから出港し、カルカッタ、駆逐艦、グリフィン、アイシス、ホットスパー、揚陸艦、グレンナーン及びスラメットと、 カディーバイスマイルでナフプリオとトロンへ向かう戦団を構成して4月26日午後に目的地へ向け出発した途中空襲でグレンナーンが被弾しグリフィンに栄光されてヒサモスワニへ向かったグレンナーンの代わりとして軽巡洋艦オライオンパース駆逐艦スチュアートもナフプリオへ向かった4月26日から27日夜に兵員を 収容して出航したが、船団は爆撃を受けてスラメットが被弾。ダイヤモンドが救助に送られ、兵員を乗せた駆逐艦の代わりの護衛として派遣された駆逐艦が到着すると、そのうちのライネックがダイヤモンドの支援を命じられた。9時25分にダイヤモンドから生存者の大半を収容しを s d a 1に向かうとの連絡があり、10時25分には、 ライネックから戦闘機の援護の求めがあったが、これが2隻からの最後の連絡となった。13時15分頃に、ドイツ軍のメッサーシミット BF-109 戦闘機及び1818 18爆撃機の攻撃により、ダイヤモンドとライネックは撃沈された。ライネックからは救命艇が降ろされ、また2隻からそれぞれ3つのカーリーフロートも降ろされた。救命艇に乗った者たちは、 カーリーフロートを2つ引いて東へと向かったが、風が強くなり、フロートが救命艇に衝突したためやむなく切り離した。2隻がスダワンに戻らないことから、グリフィンが捜索に送られ、発見したカーリーフロートから18名を救助した。また、スラメットの生存者のジョージ・デクスターは、ライネック沈没後彼を含めて4人が軽巡洋艦、オライオンに救助されたと述べている。 4月28日、救命艇に乗った24人はミロス島を目指したが、非常に消耗しており2人の少年がユニオンジャックで注意を引こうとしているのを見て、ミロス島から南東13海里ほどのナニスロックに上陸した。そこには、海区でピレウスから逃れてきたギリシャ人避難民やイギリス兵がいた。夕方、大半の人は海区に乗り、5人が乗った救命艇を引き、 クレタ島を目指して出発。翌日46人はスダワンに到着した。ありがとうございます。